宮原孝一郎作鳩の鳴く時計。1。1時間ごと30分ごとに時計の上の方にある小さな戸を押し開いて赤いくちばしをした鳩が顔を出して時間の数だけほウほウと鳴く時計のあることは皆さんご存知でしょうね。 私が今ここにお話ししようというのはこの時計のことです。ある立派なお家の応接間にこの鳩の鳴く時計がかかっていました。このご主人がもう二十幾年前にスイッツルに旅行した時お土産に買って帰ったものでした。その時分にはこういう時計は日本には まだごくごくわずかばかりより来きていなかったので、はじめこれを見た人は大変珍しがって、また非常に巧みな仕掛けになっていると感心するのでした。とりわけ子供たちは、この時計が好きで好きでたまらないのでした。あれかわいい鳥が出てきて鳴くよ。あの鳥はお時計のどこにいるのと、 わんぱくな一郎が聞きました。あれはね、時計のお腹の中にいるの。どうしているの巣をこしらえているの。どんな巣あれ、巣をご存じないのこの間、門の前の一兵衛の子が持ってまいりましたでしょう。ああ、あれあれはスズメの巣だって言ったじゃないか。じゃあ、あの鳥、スズメ いいえ、お系の鳥は歯とポっポですよ。だから、ポッポって鳴くでしょう。でも、鶏が時を告げるものだって言うから鶏じゃないか。まあ、坊ちゃまのおりこなこと、お父様やお母様に申し上げましょう。そしたら、きっと大変お喜びになって、坊ちゃまにご褒美をくださいますよ。ばあやは、 大した見つけ物でもしたように喜びました。すると、一郎はますます得意になって、それじゃあ、ハとポっポならお豆を食べるだろうと聞きました。ええー、食べますどころじゃございません。ポーと一つ泣くときお豆を一つ、ポウポウって鳴くとき二つ、ポウポウポウって三つ鳴くときには、 三つお豆を食べますよ。ばあやもつい調子に乗って、でたらめなことを言ってしまいました。それじゃあ、お豆をやるから、鳩を出しておくれ。ねえ、ばあや。いえいえ、あれはね、時間にならなければ、お腹がいっぱいで食べたくないのでございます。ぼっちゃまでも、やっぱりその通りじゃございませんか。朝は八時に、お昼は十二時。 おやつは三時、夜は六時と、ちゃんと召し上がる時が決まっておりましょううん。でも僕、ハトポッポに会いたいんだ。そして、お話を聞くんだから、ハトを出してくれよばあや。よってばよう。わんぱくな一郎が、こう言い出したら、もう聞きはしません。とうとうばあやは、お母様のところへ行って、 鳩を出して、一郎様にお目にかけてもよろしゅうございましょうかと聞きました。お母様は、そんなことをしたなら、時間が狂っていけないと、はじめはなかなかお許しがなかったのですけれど、一郎がどうしても聞かないので、とうとうこんまけして、じゃあ一度限りということで、やっとお許しが出ました。うばは、 時計の長い針を12時のところまでくるっと回しますと、上の方の蓋がパッと開いて、胸を突き出した小さな鳩が赤いくちばしを開けて顔を出し、ポウポウポウと鳴き始めたのです。それがちょうど10時だったので、鳩はなかなか引っ込みません。 一郎はそれを見ると大喜びで手度たいて大きな声で、ハトポッポーを歌いながらしきりにおいでおいでをしますけれど、ハトは自分のお勤めさえ済めばかまったことはないと言ったように済まし込んできっちり十遍泣きますとぴょっこりと中へ引っ込んで、あとはばったりと戸が閉まりました。 ばあや、もう一度鳩を出して、もう一度出して。一郎はまたダダをこね出しました。けれども、今度はどうしても聞かれないので、おしまいにはばあやをぶったり、蹴ったりしました。本当にいけない一郎です。しかし、こんなことをしたのは、これまで一度もなかったのですけれど、多分、虫の居所が、 悪かったのでしょう。2それから幾日か経ちました。ある朝の十時過ぎ、一郎はただ一人、鳩の鳴くお時計の部屋へ、こっそりと入ってきました。どこからか、踏み台を一つ、重たそうにぞろぞろと引きずっていました。そして、 それを時計の下に引きずっていきました。さあ、鳩ポッぽ、出ておいで。一郎はそう言いながら踏み台の上に乗って時計に手を伸ばしました。時計はインドサラサバリの壁の低いところにかけてありました。けれども、一郎は背の低い子供ですから、踏み台に乗っても時計の針のところまでは、 手が届かなかったのです。困ったなあ、と、一郎は、さもさも困ったような顔をしていましたが、ふと気がつくと、隅の方のテーブルに、この間、どこかのおじさんが、お父さんのお土産にと言って、台湾から、シュロやクスの木などのステッキを持ってきたのが乗せてありました。一郎は、それを見ると、 いいものがあったと中から一本取ってきて、お時計の長い針を十二時のところへやろうとしますと、ふいに誰やらが声を出して言いました。言いたいこらワンパクいたずらをするな一郎はびっくりして後ろを見ました。けれども誰もそこにはいませんでした。ただ、 後ろの入り口の戸が開いて、そこからお玄関の方の廊下が見えました。でも、人は一人もおりません。一郎は踏み台から降りていって、戸を閉め、またステッキをそろそろ針の方へ差し出すと、今度は時計の文字盤が人の顔に変わって、一郎を上から睨らみつけました。こら いたずらをしちゃいかんというのにまだやめないか。それは間違いもなく時計が言っているのでした。当たり前の子供ならキャーっと叫んで踏み台から転がり落ちて気絶でもするところですが、さすがにワンパクの大将だけに一郎はほんのちょっとびっくりしただけでかえってステッキを振り上げてぶつぞ と、怒鳴りました。つお前に俺を撃つ力があるものかもし俺を撃ってみろお父さんに捕まって手にお給を据えられるからな。一郎もそう言われるとむやみなことはできません。この時計はお父さんが一番大事にしていらっしゃることは自分にもわかっていましたから。 しかしお前はなんだって俺の針なんぞいじるのだ。と、時計は曲げのように両方の針をピクピク動かしましたが、その長い方のは一郎がステッキで先ほどつついたものですから妙にひん曲がっていました。鳩を見るんだ。と、一郎は少し鼻声になりました。僕、鳩が見たいんだ。出してみせてよ。 ハトが見たいのか。それならそうと言えばいいのだ。しかし、ハトは、ちゃんと時間が来なけりゃ顔を出さないから。お前、そこの椅子におとなしく待っておいで。もう15分ばかりで11時になるから。今度はよっぽど長く泣いているよ。一郎も、そう言われると、待つ気になって、ひとまず踏み台から降りて、椅子の上に腰をかけました。けれども、 ものの一分とはじっとしていません。まだかいまだ30秒っきり経たないじゃないか。30秒ってどれだけお前は小さいからまだよく時間を知らないんだ。俺が教えてやろう。俺の顔を見ておれよ。時計はその眉毛のようについていた針を、ひらがなのくの字の反対の形にぴょいっと曲げました。 わかったかこれだよ。わからない。バカだなあ。それで鳩が出たらどうするんだお前。お豆を食べさせてやるんだ。いけない。お前はどうしてそういたずらなんだろう。でも、ばあやが鳩ポップはお豆を食べるんだって言ったよ。だから僕、ポケットに入り豆をたくさん入れてきたんだ。一郎は自分のポケットを叩たたいてみせました。 それはいけないよ。俺んところの鳩はお豆なんか食べやしない。じゃあ何を食べるんだいさあ、何を食べるだろうね。じゃあ、お米を食べるのいいえ。じゃあ、お魚。いいえ。じゃあ、牛肉。そんなものなんか食べるもんか。じゃあ、何を食べるの言って聞かそうか。うん。 あれは、お年を食べるの。ちっとずつ、ちっとずつ。お前のお年も食い減らしているの。一郎は自分のものは何でも人にやることが嫌いな太ちでしたから、お時計の鳩が自分の年を食べると聞くと大変嫌な気がして、いきなりステッキで時計の面を叩きつけました。ちょうどその時、 11時で時計の上の戸が開くといつもの通り鳩が出てぽーぽーと鳴き始めました。バカ僕の落としなんか食べるんじゃないバカバカ一郎はそう言いながら今度はステッキで2つ3つ続けて鳩を叩きつけました。すると鳩は鳴くのをやめてぽたりと 床の上に落ちました。それと一緒に今までチクタクと落とさせて動いていた時計もその振り子を止めて黙ってしまいました。鳩は死に、音時計は壊れたのでした。でも、一郎の落としはやっぱり何か他の 得体の知れないものに食べられて、だんだん少なくなるばかりです。今に、ああ、小さい時ってバカなことをしたな。あの時計を壊さずに置いたら、今でも一時間ごとに、三十分ごとに、ぽーぽーという優しい鳩ならく声が聞こえたものを、と、後悔する時が来ましょう。